上から4人目4コースを泳ぐのが松田です。さあ勝負としてはですね、この松田を誰が追いかけるのか、はい、3コースの坂田選手、はい、7コースの、小堀選手、この辺りが中心になってくると思います、はい、坂田選手は前半からついていくと思いますし、はい、小堀選手は後半強いので、後半どれだけ追い上げてくるかというのも見ものですね。今名前が出ました、3コースの坂田、7コースの小堀は自己ベストを出せば派遣標準記録、すなわち突破ということになります。1分55秒65というのが派遣標準記録、これを破った上で2位以内に入ればオリンピック代表が決まります。7コースの小堀がいい反応を見せました。浮かび上がってきたところで6コースの金田が積極的に出ています。今松田が浮かび上がってきて、松田がこれから追い上げようというところです。5コースの佐野も前半から積極的です。黒のスイミングキャップ、今白のスイミングキャップの松田が少しずつ上がってきました。さあまず最初の 50m の入りですか、はい、53秒台ですね、はい、53秒台で出るかどうか、はい、25秒台を出すと、そうですね、25秒台ですね、はいはい、あ、25秒27ですから、まず日本記録を0秒31上回ってきました。この後の 100m が53秒台ですね、はい、はい、失礼しました。さあ黒のスイミングキャップ、手前が5コースの佐野、佐野もいいんじゃないですか、はい、佐野の前半がついていってますね、その向こうが白のスイミングキャップの松田です。少し松田が先行しました。残り、あ、日本記録よりも早いタイムです。さあここで53秒台で折り返せるかどうか、あっと54秒0ですが、日本記録よりも早いタイムです、はい、前半どうでしょうか。前半の泳ぎで、あの大きな泳ぎで、あの力抜いた状態で泳いで、ここからが勝負だと思いますね。2位争いは5コースの黒のスイミングキャップと佐野がつけています。そして3位争いが激しい、6コースの金田、さらに3コースの坂田がちょっと上がってきませんが、坂田はどうでしょうか。黄色のラインが派遣標準タイムのラインです。これよりも上回って2位以内に入ればオリンピック代表決定ですが、どうか。松田先頭で今150のターン、日本記録とほとんど同じ。そして5コースの佐野、6コースの金田という順で最後の 50m の勝負に入ってきました。松田が先行、松田が強い、しかし5コースの佐野がよくついている。6コースの金田が上がってきた。6コースの金田選手ですね。6コースの金田が上がってきた。2位ラインに入ればオリンピックに行ける。松田はほぼ間違いない。さあ2位争いはどうか。残り 5m、 松田、金田が抜いた。6コース金田が抜いた。松田1着でフィニッシュ、オリンピック代表決定。そして2着金田決定。松田金田一気に2人、この種目オリンピック代表を決めました。1分54秒01というタイムで松田がまずオリンピック代表決定。そして2位に入りました金田和也が1分55秒39という見事な自己ベスト、派遣標準記録突破で2人目のオリンピック代表決定です。いや、松田の泳ぎも日本記録ペースでいきましたし、ね、そうですね、ほとんどあの去年の、日本、あ、世界選手権と同じようなタイムで出ています、はい、特にあの金田選手の方も後半非常に強かったです ね、 そうですね。さあ喜びの声を聞いてみましょう。放送席、そして場内の皆さん、2人が代表に決まりました。松田選手と金田選手です。まず松田さん、自分が力を入れてきている一番の種目でしっかりと松代表を決めました。はい、ありがとうございます。実感としてはいかがですか。まあ、代表というよりも、ね、記録を求めてやってたんで、ちょっとこの記録は残念です。泳いでる感覚はいかがだったんでしょうか。感覚はすごく良かったと思います。オリンピック本番をイメージしてという部分もあったと思いますか。そうですね、あの世界の選手にプレッシャー与えられるような記録をと思ったんですけど、ちょっとそこまでできなくて、それはちょっと残念です。さあ本番までにどんな準備をこれからしていきましょうか。まあ、とにかく目標達成できるようにやれることは全部やって本番を迎えたいと思います。期待してます。ありがとうございます。